たよ。はい、本日はね、行田店に遊びに来ております。皆さんね、今の時期ってなかなか雨とかが結構多い時期だったので、お家でね、アニメとか見ている方とか多いと思うんですけど、今回はそのアニメ系の景品、特にワンピースの景品をね、挑戦していこうと思います。それが早速こちら、ワノ国バージョンのね、ゾロでございます。いやー、かっこいいですね。なんとも言い難い躍動感がある感じがね、今にもさ切られそうな感じがしますね。ということで、こちらの景品を挑戦していきましょう。こちらの景品の狙い方はこんな感じです。こちらの景品、上下のそれぞれ四隅がね、狙いどころになってますので、どちらか片方を狙ってくるっと回す感じでゲットしていこうと思います。では早速挑戦していきましょう。どうしようかな。よし、決めた。手前目ずらしていきましょう。結構アームは開かないですね。もうちょっと詰め詰めでね、距離を詰めないで余裕を持って狙っていきましょう。どうだ。よし、入った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 。これで動くんじゃない。あらまあ、しょうがない。ちょっと狙うのあんまり好きじゃ得意じゃないんだけど、奥目のところを右アームで狙っていきます。あ、失敗しちゃった。こうね、棒の上に乗っかっちゃうと狙いづらいよね。あ、待って、ちょっと分かったかもしれない。試してみましょう。どうだ？うん。あれ、なんかめっちゃいい感じ。やばいよ、ね。いい感じだと思う。リニアームだけ手前目の棒と棒の間に入れる感じでやっていきましょう。うまくいくかな。ちょっとやって。よし、入った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 。ピンポイントショット。あー、失敗しちゃったな。難しい。なんだか奥狙った方が取れそうな気がする。どうしても棒に当たっちゃう。最近橋渡しが上手くなったなと思ったんですけど、そうでもないみたいですね。なかなか難しい。あ、入った入った入った。よし、この調子で行けば多分できる。よいしょよいしょ。あー、もうちょっと行けた。あ、でもめっちゃ良くない？いい感じいい感じ。もう一息ですよ。奥目を持ち上げてあげれば落ちると思う。よし、ちょっと奥目を持ち上げてあげましょう。
します。あ、スタッフ間違えた。ワムクニバージョンのねフィギュアゲットです。思ったよりだいぶこれ重たいんですよ。結構中身がずっしりしてる感じみたいです。なかなかね長持ちしそうな景品ですね。しかもワムクニバージョンということでもうね日本っぽさがかっこいいですね。しかも日本刀持ってますから、まさに侍いい感じですよ。これはねワンピース興味なくても欲しいかもしれないですね。ワンピース好きにはたまらない今回の景品、ぜひ皆さんね、餃子店に入ってすぐのところにありますので挑戦してみてください。では今日の動画はこちらで終わりになります。見てくれてありがとうございました。こちらの動画の、ね、概要欄の方にとってもお得なアプリの情報が載った URL を付けておきますので、ぜひダウンロードして使ってみてください。あ、そうそう、コメントとかもじゃんじゃん募集しておりますので、ぜひコメントしてみてはいかがでしょうか。ではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。